得体の知れない不吉な塊が私の心を始終押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した敗戦カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけていっても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで始終私は町から町を浮浪し続けていた。なぜだかその頃私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとか、その町にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある、汚い洗濯物が干してあったりガラクタが転がしてあったりむさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまう、といったような趣のある町で、土塀が崩れていたり家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったりカンナが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながら、ふと、そこが京都ではなくて京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような市へ今自分が来ているのだ、という錯覚を起こそうと努める。私は、できることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に安静。ガランとした旅館の一室。正常な布団。匂いのいい蚊帳とノリのよく効いた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくはここがいつの間にかその市になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると私はそれからそれ想像の絵の具を塗りつけてゆく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で赤や紫や黄や青や、様々の縞模様を持った花火の束、中山寺の星折り、花合戦、枯れすすき。それからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまた、ビードロという色ガラスでタイヤ花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが私にとって何とも言えない享楽だったのだ。あのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか。私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私に蘇ってくるせいだろうか。全くあの味にはかすかな爽やかななんとなく死火といったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが私にはまるで金がなかった。とはいえそんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。2000や3000のもの、と言って贅沢なもの、美しいもの、と言って無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの。そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前私の好きであったところは、例えば丸善であった。赤焼きの大どころんや大どき人。洒落た切り小細工や天下ならここ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶。キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに小一時間も必須ことがあった。そして結局一等位鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代。これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は甲の友達から乙の友達へという風に友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された。私はまたそこからさまよいでなければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、
果物や固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアッテグロの流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面、的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったという風に果物は並んでいる。青物もやはり奥へ行けば行くほど渦高く積まれている。実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとかくわいだとか。またそこの家の美しいのは夜だった。寺町通るは一体に賑やかな通りで、といって感じは東京や大阪よりはずっと澄んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけかその店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通るにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つはその家の打ち出した日差しなのだが、その日差しが目深にかむった帽子の日差しのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞ、と思わせるほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。そう周囲が真っ暗なため、電灯につけられたいくつもの電灯が周囲のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を驚がらせたものは寺町の中でも稀だった。その日私はいつになくその店で買い物をした。というのはその店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。がその店というのもみすぼらしくはないまでもただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私はあのレモンが好きだ。レモンエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まった防水系の格好も。結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。始終私の心を据えつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は害の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らされる、あるいは不審なことが、逆説的な本当であった。それにしても心というやつはなんという不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは例えようもなく良かった。その頃私は配線を悪くしていていつも体に熱が出た。事実友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから身内に染み通ってゆくようなその冷たさは心よいものだった。私は何度も何度もその果実を花に持って行って和解で見た。それの産地だというカリフォルニアが想像に昇ってくる。漢文で習った、倍感謝の言、の中に書いてあった、花を打つ、という言葉が切れ切れに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めば、ついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔にはぬく息のほとぼりが昇ってきて、なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚が、ずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから。私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで、一誇りかな気持ちさえ感じながら、美的装束をして街をかっ歩した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた。汚れた手拭いの上に乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして色の反映を測ったり、またこんなことを思ったり、つまりはこの重さなんだな。その重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さは全ての良いもの全ての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった懐逆心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり、何がさて私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのは丸善の前だった。平常あんなに避けていた丸善がその時の私にはやすやすと入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。
香水の瓶にもキセルにも私の心はのしかかっては行かなかった。憂鬱が立て込めてくる、私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私はガボンの棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるな、と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出しては見る、そして開けては見るのだが、克明にはぐってゆく気持ちはさらに湧いてこない。しかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって、自分が抜いたまま積み重ねた本の群を眺めていた。以前にはあんなに私を引きつけたガボンがどうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わってあと、さてあまりに尋常な周囲を見回す時のあの辺にそぐわない気持ちを、私は以前には好んで味わっていたものであった。あ、そうだそうだ、その時私はたもとの中のレモンを送り出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら。そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく築き上げた。新しく引き抜いて付け加えたり、取り去ったりした。奇怪な幻想的な白が、その度に赤くなったり青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして軽く調理上がる心を制しながら、その城壁の頂に恐る恐るレモンを据え付けた。そしてそれは上出来だった。見渡すと、そのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまって、カーンとさえ返っていた。私は埃っぽい丸禅の中の空気が、そのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。不意に第二のアイディアが起こった。その奇妙な企みはむしろ私をよっとさせた。それをそのままにしておいて私は、何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ出て行こう。そして私はスタスタ出て行った。変にくすぐったい気持ちが街の上の私を微笑ませた。丸禅の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた機械な圧巻が私で、もう10分後にはあの丸禅が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気詰まりな丸禅もこっぱみじんだろう。そして私は活動写真の看板画が奇体な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。